国公立大学の前期日程試験が今日から始まり県内では3つの大学で試験が行われていますこのうち東北大学の前期日程は10の学部合わせて4392人が受験を予定し平均出願倍率は去年より0.1ポイント低い2.7倍ですずっと東北大学に向けていろいろ対策はしてきたので全力が出せるように頑張りたいと思います 会場では受験生にマスクの着用や教室を出入りする際のアルコール消毒の徹底などを呼びかけていますまた先月の大学入学共通テストで試験問題が外部に流出した事件を受けて受験生には机の上でスマートフォンの電源を切ってカバンにしまってもらいその様子を複数の監督官で確認するということです